皆さんどうもこんにちは、映像クリエイターののびです。本日もよろしくお願いします。それではですね、今日は初の YouTube での縦動画での映像です。はい、というわけでですね、どうですか縦動画。皆さん、まあ、YouTube 見られたりとか、あと、まあ、YouTube 投稿されている方とかで、縦動画ってどう思います？なんかね、僕、やっぱ最初すごい抵抗があったんですよね。横画面16対9っていうのがすごい、もう、なんか自分に染みついてる感があって、縦9対16っていうのが、なんかすごい、ってあったんですけど、なんか、でもね、なんだろう、TikTokとかさ、なんか最近まあ YouTube とかもね、こう自然とショートの方に流れていったりとかして、縦を見るとなんか慣れてくると、それはそれでまた良さもあるんだなと思ったり、やっぱ写真撮るときよりね、なんだろう、例えばね、塔とか撮るときだったら縦動画の方がこうね、シュッと綺麗に撮れるじゃないですか。なんか改めて縦で撮る良さっていうのもなんか知ったかなと思います。まあなんかそういう形でね、今日は、ゆったりと見てもらえればいいと思います。ところでですね、皆様はお鍋はお好きでしょうか？私は大好きです。本当にね、1年のうち365日もういい、もうええわ、ごめんなさい、何にも今日書いてないんですよ。でもなんか本当1年中やっててもいいなって思う。なんかこれ今365日で、HY の366日みたいな感じ言おうかなと思ったけど、言えんかったから、もうええわ、ちょっと行きましょう。お鍋お好きですか？僕めっちゃ好きなんです。でかね、好きなお鍋とか、具材とかあったら、ぜひぜひ教えてください。僕らね、最近これめっちゃうまいっていうののおすすめがあるんですけど、それは、一風堂の鍋の素って出るんですよ。あんまりね、でもなんかスーパーとか見かけないんけど、あれめっちゃ美味しいから、ほんまに、ぜひぜひ見かけたら買ってみてください。おすすめです。そしてね、今日はあんまりちょっとまだ紹介はできないんですけど、最近ね、キャンプの時とかにさ、なんかなんつうんだろう。勝って名前分かれへんの自分問題あると思う。まあ、ちょっと次紹介するんでさ、まあ、して。ですね。キャンプのです。キャンプのこうガラガラこう引っ張っていく、荷物とか入れてガラガラ引っ張っていくやつね、カーブなんか分かれへんけど、あれ最近買ったんですよ。で、まあ、今日もね、この映像の中で茶色いなんか天板のやつ、それなんですよね。めっちゃ便利っすね。なんかこれはマジで買ってよかったと思いました。荷物持って行って、そのまま、荷物を出して、台になる、テーブルになるのが本当素敵だなと思いました。あとこの100均でね、売ってる、棒待ってもいいか。だからそれを使って、荷物が置ける場所を作ったんですけど、それも良かったです。何歩ぐらいで行きたいやろ、200円ぐらい。でもなんか、アマゾンとかで見て買おうと思ったら、なんか2000円ぐらいしたんで、結構おすすめです。ぜひぜひ作ってみてください。それでは、次回等の、お話をしたいと思います。私たち今後の旅も実は決まってまして、次は埼玉県。あともうちょっと一箇所はね、ちょっとお仕事の絡みがあって、今、お話ししてる最中なんですけど、それが決まり次第、ご報告したいと思います。旅の方もね、47都道府県巡り、今年、まあちょっと自分たちのペースになるんですけど、進めていこうと思いますので、ぜひぜひよければ応援してください。ありがたいことに、本当にあった方々がほとんどやっぱチャンネル登録していただいてるかと思うんですけど、おかげさまで500名もうすぐ行きます。本当に皆様ありがとうございます。なんか皆さんのおかげで、本当に僕の映像ってなんか、できると思ってますので、また今後ともぜひよろしくお願いします。最後に気になるところ聞かせてください。皆様、パトカーの後ろを走るのはどうですか？僕はめっちゃ嫌です。はい。本当に今日はありがとうございました。それでは次回の動画でお会いできることを楽しみにしてます。また来週、チャオ！